とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントありがとうございます。ハープクロスボウの簡単な厳選方法を教えてくださいということです。ありがとうございます。ハープクロスボウ、強いよね。特に序盤ではかなり重宝したのを覚えております。まあ今でも全然使える、すごく強い弓なんですけども、まあ、通常で、周回厳選するならば、湿っぽい沼。ここが間違いないと思います。ハープクロスボウ、かなり出やすくなってますけども、まあ、それでも、なかなかレアかな。で、できればタワーで、263を入手してほしいんですけども、それもまた時間がかかりすぎる。サクッと入手するならば、古代狩りがおすすめです。で、古代狩りの、お供え物のセットですけども、結構簡単ですね。剣とか、あと、メイスとか、斧とか、この T ですね。T みたいな古代文字。そして、鎧に、狩人、もしくは衛兵。うん。もしくは、弓の、ロングボウ、ショートボウ。まあ、どれでもいいです。このなんか、3みたいなやつ。これを入れてください。そしてアーティファクトのブーツか羽ですね。そうすると死の魔法使いが出てきます。こいつから、ハープクロスボウを入手することができますね。でもって、このアーティファクトセット、アーティファクトじゃないな。お供え物セットを入手するのも、このクリーパーの森と不気味な洞窟。で、あとカボチャだったかな。うん。そこを周回すると、簡単に入手できます。羽でしょ?で、ロングボウ、剣。んで、クリーパーの森も、剣、斧。で、弓。んで、ブーツが出ます。で、不気味の洞窟も同じく、ブーツと、狩人のアーマー、弓、剣。まあ、すべて揃いますので、まあ、この3つぐらいを、周回してみてはどうでしょうか。それでは、古代狩り、難易度を下げていき、下げなくていいな。25でいきます。それでは、行きましょうか。特に難しいことは、間違えた。ないと思います。周回用の装備でいきますね。防具は、そうね。まあまあ、防具このままでいいか。まあ、周回用に、この羽ピョンができる装備プラス、稲妻の矢筒があるとだいぶいいです。うん、この稲妻の矢筒は本当に周回向け。ないな。意外と今回少ないか?なし。出るとき本当にね、どんぐらい出るだろう。最高記録は多分8体ぐらい一周で出た気がするんですけども、最近まあまあまああんまりやってないからっていうのもあるんですけども、そこまでたくさん出るのは見たことはないね。 OK、 下にはあるな。これ完全な運ですもんね、出るか出ないかは。もうない。こっち側はもう一個もない。いやー、ないか。いやでもね、この羽ピョンの稲妻の矢筒すごい楽です。めちゃ楽。こっち側はさっきのが一個あったね。ある。こっちはないか。こっちないですね。 OK、 2箇所発見。おいおい、やっぱ難易度がプラス25になったままだと意外と強いよね。うん、意外と耐久力がある。 OK、 ちょっと防具も火力寄りにしていかないとダメです。よし、来ました。で、特にこいつはそんなに強くないので大丈夫かな。 OK、 よっしゃ。あ、そうか、
ついてるので要注意だね。うん、で槍です。まあ、こいつからも違うやつっていうか、パープクロスボウ以外のやつも出ますので、まあ、厳選にはそれなりにかかると思います。もうちょっと行きましょう。おっしゃ、2体目。どうでしょうか。まあまあまあ、ハープじゃなくて輝くが出ることも多々あるので、どうでしょうね。よっしゃ。何か、ベノムグレイ。全然ダメだ。全然ダメ。まあまあ倒しておしまいですね。はい、もうちょっと回ってみます。よし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 、いいぞ。また出てきてくれた。意外と今回出ますね。よし、やっぱ難易度下げてくればよかった。これでワンパンで、おお、倒せない時もあるから、まあ、倒せてよかった。 OK。ネクロマンサーマルチショットがついてるからちょっと厄介なんだよね。で槍、あで、ちなみにね、死の魔法使いから出るのは4つあるのよ。4つあるんでなかなか厳選難しいんですけども、グレイブ、そして槍で、乱射のクロスボウとヘビークロスボウ、その4つなんです。その4つ出るので、まあ、ちょっと厳選は難しいんですけども、まあ、もうちょっとクリアまでいきます。よし、これ最後かな。あー、ダメだったー。それでは戻ってきました。戻ってきましたらティグリン商人ですね。これ必ず見るようにしてください。3回ぐらい補充しましょう。あ、出ないね。ああー、で完全に忘れてた、完全に忘れてた。あの古代人を倒すときにはこれ毎回俺よく忘れるな。幸運の海をつけてください。これ絶対です。幸運の海3。これは絶対につけるようにしてください。ユニーク装備が出る確率がもう全然違いますので、これ必ず装備してください。あ、そうか。なんか違和感あると思ってたら、そういうことか。はい。ということで、今日はコメントありがとうございます。ハープクロスボウの、簡単な厳選方法ですけども、まあ、簡単ではないんですけども、なかなか難しい装備なんでね。まあ、湿っぽい沼。ここで、ノーマル品、ノーマル品じゃないな。黄金じゃないハープクロスボウを厳選することができます。ここが多分一番出やすいんじゃないかな。湿っぽい沼で、まあ、通常はやってください。で、できればタワーが強いんですけども、まあ、速攻で入手したいなっていう人は、古代狩りですね。お供え物セットは、なんか T みたいな武器。で、なんか三本線の防具か弓、どっちかね。で、アーティファクトに、羽かブーツですね。そうすると、死の魔法使い。が出ますので、こいつを倒して、厳選してみてください。まあ、そう簡単ではないんですけども、何度かやってると、まあ、必ず出ると思いますので、ぜひ、やってみてください。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。